ざいます。今日はこちらでずっと終日はいやるとという感じで終わります。はい、歩いてください俺は棚橋に憧れてました。棚橋みたいなレスラーになりたいとずっと思ってました。でも俺はなれなかった。だから今がある。俺は心の底から思ってます。棚橋程度にならなくてよかった。7年連続メインイベントっていう記録のためだけに俺の目の前に現れたんでしょう。まあでも見る目あるよね。だって今プロレス界で最も神ってる男だよ。俺と絡んで美味しいっていうことを彼は分かってるんでしょう。あのハイエナジーっていう曲と共に棚橋時代があったわけです。まあ、入場曲も変わるついでに棚橋時代も終わりでしょう。あとは終焉に向かっていくだけでしょう。我々ロス・インド・ベルナーブレスでハンボンがいるから安心してトップ戦線から退いてください。何も心配する必要ない。